过奖。
50年ぐらいね、その沖縄の見た方が感じていただいてたんで、ほとんど今日来てる皆さんの顔もわかるんで、ちょっと寂しいですけど、これからも頑張ってチームを愛して生きていってください。失礼いたしました。僕はあの5年ぐらいですかね、染めさせていただいて、あの初めましての人も結構いると思うんですけれども、やっぱり皆さん知られた顔を見ることができて、本当にあ懐かしいなと、帰ってきてよかったなと思っております。僕も将来あのピンボールの何かに携われたらいいなと思っておりますので、はい、堀口さんを支えていきたいなと思っております。よろしくお願いします。まあ、最近1年ぐらいここでスタッフとして勤めていただきまして、勤めさせていただきまして、ピンボールのためにこれだけ集まれる人がいるっていうのはやっぱり嬉しいなと思います。ありがとうございました。いろいろと、まあ不手際もあったかとは思うんですけども、皆さんに支えられて今日もしっかり仕事をしました。それから急に振っちゃってなんですけど、本社東からですね、ピンボールを主に担当していたもうメンテナンスの達人佐藤がまず来ておりますので、一言お願いします。急に振っちゃってすいません。一言お願いします。急にすみません。ここにあるピンボールですね、設置する前はもう佐藤がもう本当にあのみんながよくこんな古いのに綺麗なマシンがありましたねって勘違いするんですけど、ボロボロなマシンを佐藤がピカピカにしてるんですね。そう、塗装も何も全部それで本当にこういう状況で持ってきてます。で、まあ、一応それを、まあ、現場の管理、私が、まあ、細かい色いろんなものを見て、二段構えでピンボールはこう私と佐藤を中心に、他にも本社にももちろんピンボールに携わるものがいるんですけども、そんな形でピンボールをやってきました。それとその他ですね、主に例えば、まあ、プライズのいろんな選別補充だとかをしていたやはり本社の、同じく佐藤なんですけど、今日ここに来てますので一言すいません、急に振っちゃってお願いします。まあ、以上以外にもですね、本社でいろいろなスタッフがこのネバーランドを支えて、いましたので、皆さんの、感謝の気持ちは私の方から、本社にも伝えます。それではですね、ちょっと先にまず蛍光灯を切りますね。さあ、暗い店内でゲーム機がどんな感じで光るか、ちょっと、撮影も含めて、お楽しみください。
とそれでですね、全部切ると結構真っ黒になるんですね、我々スタッフはこんな感じの慣れてるんで目つぶってでも歩いて帰れるんですけども、皆さんはそうはいかないので、全部切った後に、ちょっとしたら、蛍光灯、出入り口に近い方はつけますので、その後私含めてスタッフが出口の方でお見送りをしたいと思いますので、ちょっと天気がですね、台風が来てまして、そんなに強い降りじゃないんですけどね、傘皆さんお持ちですかね。あとその他忘れ物のないようにしてくださいね。万が一忘れちゃったら、明日以降私はもちろんそこら辺忘れ物を見つけたら保管はしておきますので、お問い合わせください。まだ電話も通じますし、私のメールアドレス知ってる人はメールでも構いません。さてそんなところですね。じゃあ本当に繰り返しになっちゃいますけどね、私もピンボール大好きで、やってきたので、ピンボールまた何かの形でお目にかかれたらいいなと思いますし、これも繰り返しですけど、本当地域の皆さん本当にお世話になりました。どっかでフラフラと買い物してたりする私を見かけたら声をかけてください。さてではゲーム機の電源を全部落としますので、私がですね、カウントダウンを、13ぐらいからいきますので13、12、11までいったら皆さん10からは声を合わせて、もう恥ずかしがらないで、暗いんで顔見えませんからね、ここぞとばかりにもう大きい声で、10からは0までいってくださいね。で0と同時に、電源をバッと落としちゃいますので、はい、それでは、いいですか、13、12、11、はい、普段いろんなストレスとか不満とかあるのをゲーム失敗した時にカゴつけてあーとかチクショーとかいう、ね、そのためにアミューズメント施設ってのは役に立っていたと思いますけど、今後は違うところで、人に害を及ぼさない程度に、大声出したりストレスを発散してください。はい、それでは、19年と1ヶ月の歴史なんですけども、1997年7月23日に開店しました、ゲームネバーランドバイ株式会社アズマ本社八王子、本日2016年8月28日、午後20時ちょっと過ぎましたけども、皆様に見送られまして、これで無事に閉店となります。どうも皆さん本当にありがとうございました。お見送りで、出口方面に行ってください。じゃあ皆様お忘れ物のないように、出て開店。